表参道から原宿方面へ抜けます。あそこ灯籠が壊れたんですよね。左のあの灯籠1個交通事故があって、はい、あれですか、はい、落っこっちゃって1個向こう側に直せないんですか、ね、どういう交通事故、最近の事故でなんか夜中に乗用車で20代の男の子が、うん、土曜の夜中、あ、日曜の朝かな、突っ込んで、なんでかはわかんないんですけど、ね、原宿駅の竹下通り口の改札の近くにコーヒーショップ、コーヒースタンドができたんですよね。このエンジ色のコスタコーヒーかな。まだ行ったことないんですけど。コロナがすごい流行ってたので、全然ヘアサロン行けてなくて、すごい髪の伸び方が汚いですよね。なんかね、新しいシリコンのケープっていうのかな？面白い。目の前に、この前ニュースになってた三宝石っていうファンシーショップがあるんですけど、ここなんか潰れちゃったのかな？でもクラウドファンディングで復活させようっていう動きがあるそうです。だいぶバッサリ切りました。こんなに短いの多分子供の頃以来かな、多分。ショルダーバッグはマリクワです。これ実は2個目です。まずはハイライトを入れていただきました。で、色を抜いた後に全体的にグレーを入れて、まあ、モノトーンな感じのヘアにしたいなと。そう、ここのサロンはアトピーでも OK なんですよね。やっぱり頭皮に負担かからないようなヘアカラーをしてくれるっていうのがすごい魅力です。すごいですね。はい。編集が楽になる。原宿から表参道へ帰ります。ここは明治通り。あれはね、なんか LINE のショップ行ったことないんだけど、アディダスの路面店です。あ、なんかキャットストリートにもアディダスあるんですよね。で、この角が東急表参道原宿。はい、左へ曲がりまして、ここが表参道です。今、紅葉はこんな感じです。でね、幹を見ていただくと、ライトがくくりつけてあって、去年はね、コロナの関係で、このライトが下の方しか点灯しなかったんだけど、今年は上の方まで、ね、ライトアップするんでしょうね。はい、ラルフローレン、そして表参道ヒルズ。この裏がね、神小、神宮前小学校です。もう天気が気持ちよかったので、窓を開けてたらば、ヘアスタイルが風を浴びてひどいことになってしまいました。アップル製品は、この表参道店でよく買ってます。そしてアニベルセイのカフェ。ここはね、ワンコとよく行きますね。今なんかフェンディとコラボのカフェを作ってるみたいで、まあ、完成したらばちょっと行ってみようかなと思います。で、表参道の交差点に差し掛かりまして、左が交番、ちょっと見にくいけど。で、山陽堂っていう本屋さんがあるんだけど、ここ有名で、でもね、欲しいムックとかがなかなかないんですよね。ここで買えたらベストなんですけどね。
手参道ヒルズのフード系のチケットがテイクアウトでも使えるみたいなので行ってきます。5歳ではありません。ダメよ、まだいた5歳ではございませんが、こうなってたので、ケーキ多分ね、甘いのよりもおもちゃの方が好きなんですよね。なんかおもちゃにしました。まだだよ、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 まだ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 ね、まだよ、まだよ、偉いね。まだね。ルック。まだ。まだ。Happy birthday to you. Happy birthday. まだ。まだ。まだ。まだね、まだね、まだね。うん、惜しい。よーい、いくなー。ほら、いつの間にか4歳になったの4歳になったの。チャラチャラ、チャラチャラ。今、2ちゃいです、2ちゃい。せな、2ちゃいだよ。どうした？どうした？びっくりした？はい。はい、かぶー、かぶー。